上皮細胞、内皮細胞及び結合組織に関連した細胞外マトリックスを表現する図、EN、エピシーリルセル、上皮細胞、EN、ベースメントメンブレン、基底膜、EN、エンドウシリアムライニングザキャピラリー、毛細血管を被服する、血管内皮、EN、コネクティブテッシュウィズインタースティシャルマトリックス、間質性組織による、結合組織、EN、 ファイブローブラスト、繊維目細胞細胞外マトリックスとは生物において細胞の外に存在する不要性物質である。通常 ECM と略され、細胞外基質、細胞間マトリックスとも言う。多細胞生物の場合、細胞外の空間を充填する物質であると同時に、物理的な指示体の役割、細胞基質接着における足場の役割を担う。 植物における代表的な細胞外マトリックス成分はセルロースである。わかりやすく表現すると多細胞生物を構成する細胞の多くは細胞外マトリックスのベッドあるいは巣にうずもれて生活している。それにより細胞は安定した生存環境を得ている。脊椎動物、無脊椎動物にも細胞外マトリックスが見られる。人を含めた脊椎動物に 顕著な成分はコラーゲンである。その他、プロテオグリカン、フィブロネクチン、ラミニンといった糖タンパク質がある。間質には、I 型コラーゲン、プロテオグリカン、フィブロネクチンなどが顕著である。軟骨を作る細胞外マトリックスの主要成分は、2型コラーゲン、プロテオグリカン、ヒアルロン酸、リンクタンパク質などである。間質と上皮の間などに見られる。 基定膜には、ガ型コラーゲン、ヘパラン硫酸プロテオグリカン、ラミニン、エンタクチンなどが見られる。脳の主要な細胞外マトリックス成分は、コンドロイチン硫酸プロテオグリカン、ヒアルロン酸、テネーシンなどの糖タンパク質である。節足動物や、線虫などの動物にも同様な成分が見られるが、脊椎動物のものとはやや構造や成分に違いがある。 甲殻類を含め接足動物における細胞外マトリックスで顕著なものはキチンである。細胞外マトリックスは海面やボルボックスといった単純な多細胞生物にも存在する。マトリックス工学とは細胞外マトリックスが持つ細胞接着活性を人為的に改変すること、またこれにより組織や 細胞の機能を制御しようとする試みであり、1980年代に提唱された。個々の細胞外マトリックス成分や、その複合体は、細胞培養などに用いられ、すでに医療応用も盛んである。特に豚の膀胱から抽出した細胞外マトリックスは、アメリカ合衆国において実用化が進められており、人においても、事故で切断した指先を再生することに、 成功しているという。肺の発生過程や癌細胞が浸順位や転移するとき、細胞外マトリックスが特殊な分解酵素により分解されることで細胞の移動が制御されるとされている。ありがとうございます。